はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。はい、今日はこちらとこちらですね。ベイブレードバーストのバーストベイスタジアムとオーディンセントラルブローです。ベイブレードバーストの、はい、こちらですね、バーストスタジアムっていうですね、ちょっとバーストしやすいスタジアムを購入しました、うん、結構前に出たやつだね、はいはい、それとオーディンのセントラルブローっていうね、これもちょっと前に出たやつだね、うん、形がかっこいいですね、これね、うん、では両方開けていきましょう。はい、スライドかっこいい、おい、よいしょ。ということでこちらがオーディンセントラルブローですね、うん、はい、じゃあくっつけてみましょう。はい、いきます。シャッと、はい、オッケー、おー、はい、完成しました、はい、おー、かっこいい、なんかちょっと機械的だね、かっけー、かっこいいね、なんかここ丸いパーツついてんね、そうだね、なんか目みたい、はい、ということでこちらがバーストベースタジアムですね、はい、かっこいいね、うん、黒のベースのスタジアム、うん、ここに黄色のバーストフェンス4つつけております、はい、でね、これね、この説明書に書いてあるやり方じゃなくて、うん、ちょっとうち独自でやりました、はい、場外負けをなくすような形で十字に組んでますね、うん、でこのバーストベースタジアムなんですけども、うん、ちょっと中身違うね、うん、中の円がですね、ちょっと楕円になってますね、確かに、うん、このこちら側が細くなってこちら側が太い、はい、っていう風になってます。で、ここにですね、なんかちょっとくぼみがあるね、丸いね、うん、これこれ、このくぼみ、こちら側になんか偏るような感じになってますね、うん、それでこのバーストフェンスはですね、ちょっと突起がいくつかありますね、うん、だからこれに当たってバーストするわけだろうね。ではせっかくなんで、はい、この新しいオーディンをここにちょっとシュートしてもらいますか、はい、じゃあどうなのかね、一人でやってもバーストするのか、わかんない、ちょっと気になるところですね、うん、3、2、1、ゴーシャ。あ、やっぱりこっちによるね、うん、結構バーストフェンスに当たってけど割と壊れないね、うん、ここ円のね、円の中をくるくる回っちゃってるね、やっぱな、うん、こうなっちゃうんだろうな。あ、じゃあ私はエクスカリバーでやります、うん、エジン君はオーディン、うん、はい、3、2、1、ゴーシャ。え、何なんか一瞬で爆発しちゃったけど爆発じゃない、バーストしちゃった、ゴーシャ、もう結構当たったよ、あ、でもベイトーチが当たった、当たった、お、お、あ、これは、あ、バーストされた、バーなるほど、ちゃんとバーストしたね、うん、いつもよりバーストしやすいね、こんな低速でバーストするの初めてかな、うん、はい、ということで、はい、カメラのアングルを変えてみました、はい、前回のベイブレードの動画で、はい、上から映した方が見やすいんじゃないですかって言われてね、確かにその通りだな、確かに、うん、今回からちょっとこのアングルでやってみたいと思いますね、はい、じゃあ行きましょうか、はい、3、2、1、ゴーシャ。うわ、今のは公開だ、自爆だね今のゴーシャ、うわうわ、ちょっとエクスカリバーあっさりバーストするんだけどじゃあパパはネプチューンアームドゼファーに変えるよ、はい、おしゃ、面白いな、うん、バーストスタジアムいいじゃん、うん、いいね、これぶつかるけどすごい、場外負けがないのがいい、うん、場外負けほどつまんないもんね、あ、やばい、負けやばい、これ、はい、よしよしよし、じゃあ今度はパパがオーディンにします、はい、エシン君はバルキリー、バルキリー、バルキリー好きでしょ、エちゃん、ゴーシャ、うわわわわわわ、どっち、バルキリー、バルキリーバースト、なんだ今の、ゴーシャ、うわすごい、すごい当たった、うわ結構当たってっけどね、どっちが勝つ、やばい、割と粘ってなるみたい、おい、勝った3、2、1、ゴーシャ。おおおおどうして2人ともバースト、はい、それでは最後の戦いにしましょう、はい、パパがエクスカリバー、エジン君は、はい、オーディン、オーディン、はい、で、もう一回対決、これ最初に戦ったやつだね、うん、もう一回いきましょう、3、2、1、ゴーシャ。負けた、豪快に負けた、豪快、素晴らしい、はい、ということで今回はベイブレードバーストのバーストベイスタジアムとオーディンセントラルブローでした。
はい、はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか、はい、まだこの番組でお届けしてますけれども、はい、面白いねこれ、うん、ベーススタジアムじゃないバーストベーススタジアム面白い、うん、これぜひ今後またやっていきましょうね、はい、はい、ということで今日の動画がですねもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでそちらのフォローもお願いしますと、はい、はい、ということで今回は以上でございますかね、はい、そうそうね、はい、はい、バイバーイ、バイ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 。